はい、それでですね、世の中の名言が全部思考停止の人が広めてるっていう考えは私は完全には捨てきれないんですけども、でも最初の段階ではね、名言に「おっ!」と思って引きつけられていいと思うんですよ。それはで、その名言によってモチベーションが上がったりとか次の行動に移せる人がいるのも確かですからね。でも名言ばかり知ってるけどもそれが実行できない人とか相反するような人生になってしまう人がいるのも事実なんですよ。だって教育は受けていて、いい言葉は知っていて、素晴らしい公式とかね、インターネットまであって検索すれば全部の答えが出てくるのに、なんで暮らしは変わってないんですかって話じゃないですか。つまりはその思考を行動に移すレベルに行ってない人、もしくは行動を結果に反映させるレベルに行ってない人っていうところがあるんで、そこら辺はちゃんと自分の受信力や展開力や、それから考える力ね、自由を使いこなしていく力、そういったものを駆使しなければならないですし、そういったトレーニングもしなければならないってことなんでしょう。で、話を戻してね、諦めたら試合終了だよって言葉を納得して名言だと思う方、そこで止まっちゃう方はずっとそれなんですよ。諦めたら試合終了だから、あ、今諦めたから試合終了だな、もうダメだなと、この後何やってもダメだなってなっちゃうんですよ。でも前もちょっと話しましたけど、例のやつっていう事業は、はっきり言ってね、返礼金システムが終わっちゃって容易に現金が稼げるようにはならなくなったんですよ。その時に試合終了ってやって離脱した人ってのは、それから儲かってるかって言ったら別に儲かってないわけですよね。でも返礼金システム終わったけども、商品を取り寄せることができるから、集客して商品説明して商品を販売するってことを繰り返した方は相変わらず稼ぎ続けて3年経ってるわけですよ。で、稼ぎ続けて3年ですから、その例のやつの事業が今ね復活した時にそこに突っ込むお金もあるわけですよ。だから長い目で見ると何らダメージを受けてないっていう風な現実がそこにあるんですよね。ビジネスで生き残るって多分そういうことだと思うんですよ。ビジネスってのはいろんな想定外が起きますし、ダメージを食らったり損が出たり在庫を残したり腐ったり、盗まれたり騙されたりいろいろあるわけじゃないですか。でも生き残ってるのはなんでって言ったら、トラブルを受けるたびにそのトラブルの対処法を学び、トラブルから学んでトラブルから成長するからじゃないかなと思うんですよ。むしろ成長中に成長するって言ったら変な言い方ですけども、うまくいってる時に成長することってのはほとんどできないんですよね。むしろ失敗したりとか思い違いをしたりとか痛い目を食らった時に、だからこそ、あ、次はこうしようと思ってね、強化されていくんじゃないかなと思うんですよ。じゃあね、名言を名言として受け取ってそれ以上に考えない人ってのは、その名言が崩れた時に終わりなんですよね。でも私は前日したように、諦めたら試合終了だよって、いや諦めたって試合続くよって、何言ってんだよ、諦めてもうダメだろうなと思いながらも残った力で最後までやってるふりしないといけないんですよね。でもやってるふりしているうちに何らかのきっかけで本当にまたやる気が戻ってくることがある。その時に、あなた諦めたから試合終了なんでこの後何やってもダメですよってなったらどうですか、それの方がいいんですかってことなんですよ。いや私はね、諦めても試合が続く限りは諦めた気持ちで持てる機能の残り残存機能をね、最後まで使うと思いますよ。だからそれがやってるフリーになるかもしれません、やってる感になるかもしれません。でも諦めて試合終了をお願いするよりはだいぶマシですよ、ね、時間が続く限り何らか打てる手は打っていこうかなと、走れる限り走ろうかなと、しまいにはなんですか、バスケットボールのねコートの中に寝てるだけでもいいや、存在しとこうかなみたいなね、なんかのネタなんだろうみたいな、まあそんなこととかね、まあ時間の限り、リミットが来る限り、試合終了のホイッスルが鳴る限りは、自分が個人的に諦めたからといって、じゃあ相手選手もね、何ドリブルやめてくれるんですかと、シュートをやめてくれるんですかって、変わらないですよ、めった打ちにされるだけですよ。でこれをね、スポーツの試合みたいな平和でお気楽なことを言ってるから諦めたら試合終了って言いますけども、じゃあある国とある国がなんかね国際的な争いをしていて、じゃあ諦めました試合終了ですねって、相手国が試合終了してくれますか、もっと攻めてくるだけですよ。でも壊滅状態ですよ、そういうひどい目に遭うわけですよ。だから諦めた後も残存機能を生かしてね、諦めるっていうのは要するに精神の状態ですから、精神がもうね完全に疲れ切ってやる気がなくなっても、手が動くんだったら手を動かして、足が動くんだったら足を動かして、靴を投げれるんだったら靴を投げて、何もできないんだったら這いつくばってよだれても垂らしておけばいいんですよ。そしたら相手チームがね、うわ汚ねえとか言って避けながらドリブルして1点でも入れる可能性を減らすと思うんですよね。まあ最後にはそういったおかしな抵抗になりますけども、まあでも諦めたら試合終了だよ真に受けてたら、こんなドラマとかこんな動画作れないでしょ。諦めても試合終了じゃないと思ってるからこそ、待て待て安西先生ってなるわけですよ。だからそれが受信力であり展開力であり
選択肢のないところに自ら選択肢を作る自由の使い方だと思うんですけどね、ここ何回かの動画がなんか思わずまとめみたいな動画になってしまいましたけどね、まあ、あらゆるものを疑っていくってこと非常に大事なんじゃないかなと思います。まあ、吉田さんもこれからねまたセールスをしていくみたいですけどもなんかすごいですね、ついに売るために商品作り出したみたいな感じですけども、まあ当然なんですけどね、まあけどね、見るだけで儲かる方法っていうのはね、なんか見るだけで痩せるみたいなね、そんなビデオがあったりとかしましたけども、まあそんなわけないだろうみたいな感じでね、エントリーしてくる方もいると思いますしね、うん、まさにね、なんていうんですか、例のやつじゃないですけども、ほったらかしで儲かりますみたいなことまでは私は言いませんでしたけども、そう取られても仕方ないだろうなっていう風な表現がその会社の中にあったのはあったんじゃないかなと思います。ただしこういったね概要書面とかを読むと、そんなことはどこにも書いてないし、そんなことも思わせてないのがよくわかるんですが、ここも今思えばね、ほとんどの人は細かい説明とか概要書面なんてまともに読まずに、利益に飛びつくために住所名前書くのすらめんどくさいぐらいの勢いで書いてるのが、まあ本当のところじゃないかなと思うんですよ。どれだけ細かいね説明をしたところで、はいはいわかりました、早くサインさせてくださいみたいな気持ちになっちゃってね、でセールスマンの方も、あ、売れるんだったら売っとこうかな、余計なこと言わんとこうかなっていうふうな気持ちが働いて、これは消極的に共同で、つまりはね商品を買うことに同意したとも言えなくもないんですよね。だからそれがいろんなところで起きてるんじゃないですか、その例のやつじゃなくてもあらゆる商売でね、なんか共同行為っていうらしいですけども、売る方も売るために相手の納得いく説明はするけども、細かいところまでは自己責任で、自分で理解しないといけないところは確かめないとかね、で購入する方も自分の目先のね夢とか気持ちよさとか可能性にかけて、本当に乗り越えないといけないめんどくさいことは言われないからしなかったとかね、こうやって指さされないから読まなかったみたいな言い訳を自分に対しても世の中に対してもすることによって、なんかね重要な責任を回避してるんじゃないかなと思いますよね。だから現実ほとんどの人がそうなんで、一部の人しか金持ちにならないってね、その形は変わらないし、一部の人しか自由にならないって形は変わらないんですよね。最後に私が言えることは、その一部の人にぜひ入ってください、あなただけはってことですよね。じゃあ一部の人の1でございました。2部に分かれましたけどね。